はい、皆さんこんにちは。今回はですね、何かして研究させていただこうと思うんだけど、このルートピアに関して、研究させていただきたいと思います。A&W ということで、まあ、これがバーガーチェーンに関してはね、説明させていただいたと思うんだけど、これです。ルートピアということで、これ初めて飲みましたね。皆さん飲んだことあるかわからないけど、自分はの、まあ、沖縄に 何月で行ってる人はもちろん飲んだことあると思うんだけどね、沖縄の人とね。本土の人で沖縄行ったことない人とか、あんまり行ったことない人はあんまり飲んだことないと思うんです。で、これを、この間沖縄那覇でちょっとオフ会やった時にもらいました、18歳の少年からですね。で、今からちょっと飲んでみます。1本飲んだんですけど、もう1本ちょっと行ってみます。で、このルートビアに関して、これアメリカのやつです。アルコールを含まない炭酸飲料の一種として、アメリカ合衆国においてね、まあ商品としてのルートビアは19世紀中頃に生まれたとしてます。19世紀中頃って言ったら結構古いですね。1800年代か、中頃って言って江戸時代とかそんなもんだよね。バニラや桜などのジュースや、リコリスの根、サルサパリラの根、ナスメグアニス、糖蜜などのブレンドに作られるということでございます。メガネというのはさまざまなアレンジがありますけどね。で、日本ではなんでルートビアが沖縄で販売して、本土じゃなかなか見ないと思うんですけど、まあ、沖縄っていうのはアメリカの占領下に置かれた時代ちょっと長かったです。で、その中、まあ、沖縄もしくは小笠原諸島も同じです。で、よく飲まれるものです。それ以外の地域では輸入食品店や沖縄地方の商品を扱う専門店、物産店などでごくわずかに販売されるのみであるということで、各地の米軍基地内の自動販売機には必ずと言っていいほど入っているため、まあ、施設開放イベント等で入場できる機会がある際に入手することもできるということで、また近年では沖縄以外でも一部の酒店、スーパー、ディスカウント店など輸入物の缶入りルートビアの取り扱いが増えているということで、で、なお日本で最初に輸入したのは Y 松下さんであり、同時にルートビアの、自動販売機も輸入したということです。日本でも、1963年昭和38年6月、まだ沖縄が返還される前です。で、その山木製パンの株式会社ダッツの、権利を取得し、ディーターナブル瓶 207ml で国内、生産販売されたが、1970年代には終盤となり、まあ終わってしまったんですね。だから生まれが生まれる前からそのわからなかったね。で、当時の瓶はカタカナ表記がダッツルートビアとなっていたということで、沖縄ではこれ A&W ですけどね、 A&W、 まあ現地の通称だとエンダーですか、これ知らなかった、エンダーっていうんですね。エンダーではおかわり自由で供給され、エンダーね、エンダーが笑える、キングタコスが金タコ、まあこれはね分かった、エンダーって次のね、結局その独特の香りを飲むサロンパスなどと呼ばれているということです。面白いですね。一回飲んだんですけどね、またちょっと飲んでみます、ルートビア。ちょっと説明長くなってしまったんですけど、一応やっぱりどのような感じかっていうのを説明するために入れさせていただきました。まあこれ、エンダー、A&W、エンダーの、炭酸飲料ルートビアということで、炭酸水、原材料名は炭酸水、果糖、ブドウ糖、液糖、キャラメル色素、安息抗酸ナトリウム、香料、まあちょっとそういった薬品が入ってるんで、あんまり健康には良くないかもしれません。で、内容量は 355ml で、原産国はアメリカ合衆国で、輸入者は、これなんていうんだろうな、金に秀で生じて金州っていうのかな、生じ株式会社、西原にあるね、沖縄県西原にある会社です。じゃあちょっと今いってみます。なんかやっぱこのバニラっていう感じがしますね。うん、この中にバニラ入ってないんだけど、多分その香料で入れてる感じかなって感じがしますけど、だからその炭酸飲料って結構好きで、コーラなんか好きで飲んでたんですけどね、昔はね、今あんま飲んでないけど、日本では飲まない、海外いる時はよく飲んでました。うん、まあ全然いきますね。人によってあんまり好きじゃない人もいる、薬品っぽくて好きじゃないっていう人もいるかもしれないけど、俺は全然いきます。なんで、まあ皆さんぜひこのルートビア、俺知らなかったけど、多分生まれ、いや沖縄4回行ったけどね、ルートビアは多分ね初めてです。これは初めて、3本もらって1本飲んでね、初めて飲んだし、
で、沖縄といったらチンスコウです。チンスコウ、今まあこんだけあります。6種類のやつです。まあこれはどこが出してるかっていうとね、沖縄県うるま市の沖縄製菓が出してるやつです。パイン味とか紅芋とかココナッツとか黒糖とかいろいろ入ってるんですけどね、まあお土産用にちょっと買って、まあ誰かにちょっとあげる予定でね買ってるんですけど、まあこれはこれで自分と家族で食べる予定で買ったわけですけど、まあパイン味ねちょっと食べてます。チンスコはやっぱ美味しいですね。うん、あんま食べすぎると、これもそうだけど、あの糖尿病になっちゃうんで引かないといけないですけどね。まあ20代の時は全然ガンガン食べ放題も行ったし、もうなんていうか、もうひたすら留学してた時はまだ22とかそのくらいだったんで、こういうコーラとかね、で炭酸飲料はそう、コーラとかなんて1日2リットルぐらい飲んでましたよ。のも平気でしたね。で食べて食べて食べて、バーガーとか肉とか、俺で結構その時太りましたけどね。うん、まあでもその時は若いから良かったですね。代謝、まあ、今でもまだ代謝はいいんだけどね。だけどその時はもっともっと代謝良かったんで、全然問題なかったんだけどね。やっぱり年取るとやっぱり控えていかなきゃならないかなって感じはするんだけどね。まあでも本当にこれ美味しいですね。チンスコ美味しいですね。うん、このエルトビアにも合うし、なんかクッキーみたいな感じですから、この紅茶にも合いますね。はい、やっぱ沖縄って言ったらお土産、一番のお土産やっぱチンスコかなって感じはしますけどね。まあそのメーカーによってそれぞれ違ってきたりするんで、まあどこもあれがある、まあいろいろあるんですけど、まあ今回は自分はいろんな種類の味が楽しめると思って、このうるまにある、沖縄製菓のねものを選びました。いや沖縄良かったっすわ本当に。うん、まあ北海道もね行きたいですよ。北海道の人もまあ番組見てる方も結構いらっしゃってですね、で北海道に来てくださいって言われてるんですけど、北海道そうなんですよ、思い出した、6月、そう梅雨がないじゃないですか。沖縄もそうだし、こっちの自分の地元本土も全部そうなんだけど、沖縄、あ北海道は梅雨がないんですよ。だから梅雨っていうのはね、俺嫌いな時期で、6月とか7月の途中までそうじゃないですか、あの雨がじとじとして、だからそのそれがないっていうのはね最高ですよね。うん、だからちょっと海の幸も最高に美味しいし、でやっぱ自然も豊富ですからね、沖縄沖縄でやっぱ自然がすごくね、やっぱ熱帯亜熱帯の感じでいいし、北海道は冷帯ですけど、なんか広大な自然という感じが楽しめるところかなって感じがするんで、沖縄も17年ぶりだったけど、まあ、北海道も17年ぐらい行ってませんけど、今年もねちょっと行く可能性もありますので、まあ皆さんぜひ、まあ、その時は北海道でねお会いできればと思います。どうぞよろしくお願いします。